いやー金講師、ルシファーです。今日は新数学演習、古い方から一問やってみよう。これね。えー、9の8番。えー、アルファをゼ、アルファが0ロり大きく1万の有理数とし、えー、X が0大きい、Y が0大きいの範囲で、X アルファ上プラス Y アルファ上は1を考える。この曲線上の点 P における接線が両座標軸と交わって AB とするとき、線分 AB の長さが、 えー、ピ、P の位置に係は一定だね、アルファ求めようという問題ね、じゃあやりますか。えー、っと、F R、x アルファプロ、x アルファプロ、y アルファ乗プラス一を、一を、一をエク x で微分、微分して、微分、微分して。 えーっと、アルファの x、アルファ引く一乗プラス、えアルアルファかアルファかける y、y の y のアルファ引く一乗かける、dx 分の dy、dy がゼロになるということだから、ということで、えー、っと、dx 分の dy d, d y というのは、dy というのは、えー、っと、えー、っと、マイマイナス x 分の y, y のアルファ、アルファ -1 乗。 1-α 乗ですか 1-1-1-1-1-α 乗になりますよねえっ、ー、とこれは丸一ですね丸一でうん、えー、とえっ、ー、とえー、と,、えー、と PPXPXPXY XY とすると XY とする,するとえっ、ー、と P こうなりますね PXY とすると えっと PXY とすると、えー、接線は接線はま丸一より丸一よりえー、っと YYY マイナス X 分の Y の1フ α 乗かける X- くあごめんなさいこれ大文字でした大文字でした大文字でした大文字ですえっ、ー、と XX-XX プラス 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 YY より Y より, y よりえっ、ー、とえっ、ー、と A, A というのは、X プラ, X プラスことの、えー、っと、えー、Y×Y1-α 乗分の、X、X1、X α アルフ α 乗だから、えー、っと、Yα 乗ですね。えー、っと、X1-1-α×Yα 乗 y。 同、えー、とぜと0、0で、えー、っと、B、えー、っと、B、B という、B というのは、B というのは、B と、B というのは、えー、っと、y 1ァ乗かける、えー、っと、X、X マイナス、マイナス、 X のアルファアルファ乗プラス Y ですか。こうですね。えっ、ー、と、B と B というのは Y y プラス X のアルファ乗かける Y の 1-α 乗、アルファ上ゼゼロですね。こっちゼロと。こうなるなので、えっ、ー、と、な、なの、なので、えっ、ー、と、 AB a, a b 辞 a, 書 b イコールえーっと X プラス X1 引くアルファ乗 y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  辞書辞書辞書プラスえぇ YYY か Y プラス X アルファ1引く Y1 y 引くアルファアル辞書えっとこうなるので と x 上 x x 上一一プ一プラス x マイナスアルファ上 y アルファ上二乗プラスプラスいうことな、えー、y y y 二乗一一プラス x アルアルファアルファ 1, y マイナスアルファ二乗だからえー、っと。 ということだからイコール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  X 二乗1一プラスえー、っと X マイナスアルファ Y アルファ乗二乗プラスえー、っと Y 二乗1 y 乗1プラス1プラス x アルファ乗 y マイナスアルファ乗事情イコールでここここでここでここで x アルファ乗プラス y アルファ y アルファ y アルファ乗が1を用いればえっと y y y アルファ y アルファ乗というのが1引く x アルファ乗だから x x マイナスアルファ上 y アルファ上というのは y アルファ上というのは x マイナスアルファ乗引く1だな。上ル引く1だから。えー、っとで、えー、っと、まあそうか。えっとここここが消えて。うん。 ということ、ということでこういった計算すると、x 2 2ァ乗プラス、プラスは、y の ?y の ?y の2 2ァ乗ですか。多分こうだね。こうだね。と,となるので、 とな、となる、となので、えー、っと、丸に、丸にしときますか。じゃどうしようかなちゃんと示そうかなこれ。どうするかなえー、っと、えーっ,とえー、っと、X、X アルファジ乗パワイ Y アルファジョワー、イコール1、一一一より、あ2アルファ、2くルフイコールアルアルファの、アルファのとき、アルファのとき、えー、っと、アルファのとき、 えーっと丸、丸にイコール1、一で一で一で1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 で 2α 引く 2α ナットイコールファ,アルファときは、xα 乗プラス yα 乗イコール 1, 1のももとで丸丸には,一定,丸には一,定一定でなく。 一定,で一定でなく、ちょっちとょちょい,ちょちょいい加減なく、不適不適ですね。不適不適不適となります。こうですね。よってよってよって、2-α イコール α アルファアルファより α アルファイコール3分の2か。3分の2です。はい答えと八8分30秒ぐらいですか 8分30分で全体上こうなりました。ちょっと最後、ちょっと、え、ちょ、ちょっとこ、ここの議論を曖昧にしちゃったんだけど、まあ本来、本来は示したいんだが、まあいいか、これ。まあいいか、これ、ちょっと、まあちょっと、こうしますね。ちょっとどうなるかな。えー、9の8番、こう、こういう問題でしたよ、この問題。9の8番、えー、っと、9の8番は C の30分問題ね。 9の8は3分の2は OK なんですけど、あー、ダメだちょ、ちょっと待って、ごめんなさい、これ。えー、っとね。A、A 上 AB 上が、えー、ここの部分ね、X の2 2にあるほど、Y プラス2分にあるほど、OK なんですが、これは OK です、これ OK なんですが、ちょっと国家さんの議論が曖昧でした。では、微分者はダメでした。えー、っと。 ごめんなさい。ここ、ここ、ここ、こ,こダメです。こいつ、こいつダメです。こいつ、こいつダメ。ここ、答え合ってるんです、ちょっと部分点です半分くらいですかね、多分ね。これ、微分する必要がありました。ちょっと。X で微分する必要あったのからダメでした。ちょっとこ、こ、こ、ここの議論が欠けてますので、この、あの、ここの、ここの、ここの、えー、あの、微分するところの処,処理、処理が欠けてますので、これ、これでダメです。 これじゃダメです。ちょっと、ちょっとごめんなさい。やっぱダメだった。ちょっと、やっぱ処理、ちゃんとこんな曖昧なところじゃダメかよちょっと。えー、っと、ちょっと、ここ,こ、ここで、あ,あこまあこ、こういう解放、まあ、まあ、まあ、たしまあ、確かに、これは部分ってのは入るんですけど、こここで、 ここでアルファが2、2、引くにアルファとイコールじゃないとど,どうして L は1.7と説明がして、ここの部分の、まあ、厳密に言うとここの部分が足りないわけですから、こ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 ,この議論がちょっと、ちょっと、あいまいまいダメです。こういう、この議論が必要です。えー、というわけというわけで、答えは合ってました。ちょっと部分点ということになります、今回は。 まあ、ちょ、ちょっと、ちょっと議論、あや、いい加減だった自。自分でもいい加減でどうかなと思ったんだけど、まあ仕方ないね。まあこういうこともあります。じゃあまたね。バイバイ。